の金森武、ドリブルが始まる。ドリブル自ら行く、長吾へ。さあ長吾ドリブルで自分で行くか、左足でシュート、このこぼれたボール詰めました。これで4点目、阿部が決めました。見事、追加点はアビスパ福岡。阿部にとってはこのゴール移籍後初ゴールとなりました。上吾が入ってきたところに、ここ全力でフリーランニングしてくるんですよね、はい、ここでしっかり競り勝ってゴール。そうですね、2回いましたね。このあたりは狙いかどうか。そうですね、多分狙いだと思いますよね。ロングスロー、イガンソンが高い位置残っている。イロハヘディング、太田がつなぐ、後ろから阿部がシュート、枠に出る、漏れたところ境田決まった。福岡がなんと先制。ロングスローからイガンソン残しましたね。そうですね、まあ、このセカンドボールを拾ってシュートですよね、まあ、シュートをイメージしたのが素晴らしいですし、その後シュートを何度詰めたこの坂井選手ですよね、刺してるっていうことも考えられますよね。あ、1人でした。はい、ニアサイド入って、ここは左シュート、このボールを拾う。181センチの坂井が入ったところでコーナーキック、得意のセットプレー、ショート一人流してシュート打った。これはディフェンダーには当たっていません。ゴールキックです。長原シュートからもう一度亀川、坂田縦に持っていって亀川だ、そしてパスを選択、曲がる金森中、キーパーここは佐藤。インターセプト狙ったりっていうね、この駆け引きとかうまくいってるなっていう部分感じますよね。鈴木純、中原に当てて金森かわす、1対1、自分でいくか、マクレーソンと1対1、阿部を使う、中には上吾が待っていた、上吾が決めました。これで3得点目。はい、速いボールを入れる、まあ、この中原からの落としなんですけど、ここでやはりこう彼の持ち運びですよね。でここで空間と時間を作って、はい、ここで駆け引きで、この素晴らしいシュートですよね、まあ、本当に低くて速いいいボールが入りましたね。そうですね、まあ、福岡としたら理想通りのこう、はい、クロスからのシュートでしたよね。あ、しかしまたマイボールにして坂井でクロスが入る、ファーサイド、あ、中原が入る、まだね、末吉、そして阿部、逆サイドで坂井も手を挙げています。ザッポワークのシュート、ヘディングで決めました、長原隆之。やっぱり助走を取って相手の上で勝負できましたから、うん、このボールがね、ちょっとここの寄せも甘いかなという気がしますけども、はい、ここね、ただ実はこれ実は右サイドの、はい、あのジェフのクリアのボール森本に入ったところに、はい、青のユニフォームアビスパ福岡です。ヘディングで坂田、左へ使う、阿部中に行く、中には低いボールが入ってきて、左足中原シュート、いや、いい入り方しました。細かいプレーをしていきます。さあここでボールを奪った、ここからどう仕掛けるか、ビスパ左サイド、ジョーゴへ、キャプテンのジョーゴ、左足、左を使う阿部、中には中原が待っている、その中原エディングシュート、取るとやっぱ前に人数かけれるので、はい、まあ、そういうところもそうですし、もうちょっと攻撃をはっきり、まあ、こうサイドからもうクロスっていうところで人数をかけたいですね。もうこの時点で投げていいと思うんですよね、はい、このボールはどうだ、浮いたボール、鈴木純、これはシュートまでいけない。そうですね、末吉、堤、堤上がっていた、外オーバーラップ、阿部の左足、中原隆之ヘディングを打っていった、ゴールキーパーの正面です。まずはアビスパ福岡が先制点を奪いました。あ、小林監督の声からは落ち着け落ち着けと大きな声が聞こえています。ファーサイド流れたところ亀川シュート打った。昇格が現実味を帯びてくるし、負けると非常に厳しい戦いが今後待っていることになると話をしています。それだけに今日の試合は勝ち点3を上げたいところ、1点を追う展開でした。ヘディング、浮いたボールはゴールの上を越えていきました。パーンと
ということになります。もう間もなく90分を迎えようとしています。さあ福岡がボールを奪った。左に開いて阿部がいる。クロスが入る。シュートを打っていった。大久保伝えた。まあ、この亀川が、まあ、非常にあの自分の良さだったりとか、うん、特徴をチームのみんなに話してくれていると、まあ、それで非常に打ち解けたりその良さを知り合うのが非常に早いんだという話をしていました。ヘディングシュート。最後はジョーゴのシュートです。シーズンということになります。2015年シーズンです。福岡さん、はい、徳島サポーター話していたんですが、まだあのアウェーでのゲームで勝利がないと、いうことなので、やっぱり今日こそは、ね、勝ってほしいですねということで、まあ、そのためにサポーターも、ね、あと一歩足が出るような応援をしますと話していました。まあ、開幕は四国ダービー。町田が運んでいく。ここは鈴木純のスパですね。さあそして阿部からのこのハイボール、あっと岡本倒れている。ノーファール。出てきた方が亀川選手を3バックに置いてる意味もあったのかもしれないですね。なるほど。そのベテランのところはその亀川のスピードでカバーするというところですね。さあ坂田抜けた。中にクロス入れられるか。ここはボールキープしている。ここに阿部入ってきましたが、向こう側のゴールラインしてるんですけども、縦に入るときにやっぱこう長いボールしか入らないので、まあ、時間かけてる割には縦にこうグランダーのボールとか入らないんですよね。まあ、今みたいなボールが、ね、入るといいですよね。さあ上後胸でトラップしたところが少し大きかった。先ほどですね、スタッフの方がアビスの古賀選手に声をかけたんですけど、ちょっと待ってという感じでした。ああ、なるほど。さあ残り時間少なくなってきました。後半も4人が自陣に下がっています。川井からロングフィード、古田へ繋がるか。繋がった。古田が切り込む。阿部が足を出しました。コーナーキックです。ああ、中原この位置でボールを今一旦受けましたね。大分右サイド、やはり大分としてはこの右サイドを活性化していくとチャンスにつながりやすいですね。いい攻撃というのはちょっと見られていないか。ダニエルからファーサイド長い、収めた。シュート。ここもブラック追いつない。狭いところ仕掛けていってコーナーを取ります。ダニエルのボール、セカンドボール。金森先に。川辺が触る。アダユートに集中しています。ここでなかなかいやらしくて、またボールをキープしてくれる分、はい、徳島は非常に起点作れますよね。そうですね。こういったところでボールが収まった後での10番の大崎、さらには24番の佐々木陽次、ね、この辺りのボール。金森、今日は金森が通りません。清原、清原が一人抜いた。ファールを取られました、ね。まあ、逆に福岡としてはまずそこを抑えていかに攻撃につなげていくかというところですね。さあ大分、右西がボールを持って松本麗に送りますが、ここはつながりません。まだつなぐ。井野葉、右へ開いて桜内、スペースへ出していく。カバーも集中していましたが、坂田、ここは、まあ、ゴールは3月の21日第3節の栃木戦以来、あの時は PK でしたから、今季初めての流れになったのが得点ということになります。結局公式では7分のゴールということになりました。まあ、あとは今こぼれ球も、こんなシュートが入ったところね、はい、やっぱり記憶にっていうか残せるような選手になったら、やっぱりそれもやっぱりすごい存在感というか
その選手の価値だしね。これで2対0、アビスパが2点リードでアディショナルタイムに入った前半です。ここは体をうまく使っていきました。3番の阿部です。2番の浜田です。こぼれている、このボール阿部が追いかける向こう側、これは柏ボールです。2点をリードしているアビスパです。さあ柏、しかししっかりと枚数は揃っているアビスパ福岡、クロスは上げられません。大谷、向こう側和子、和子から低いボール、グレートラップ、そのまま振り向きざま、シュート、こぼれている、クリアします。ファールがありました。